お疲れ様です、ラットです。今日はですね、こちらもメガナイトオールブレイカーやっていきたいと思います。さあ、というわけで僕の大好きなデッキの、メガナイトオールブレイカーなんですけども、環境がね、北っぽいです。まあ、マスキュの強化がでかいと思うんですけど、まあ、ちょっと前、アチャクイでも紹介したりとか、まあ、今までもね、いろんな方で紹介したことがあるんですけど、まあ、マスキュのね、高回転型で今日やっていきます。で、個人的におすすめな方は、このタルババがプリンスですね。そう、プリンスにするだけで火力が全体的に出て大型にも戦いやすくなって、結構ねデッキパワーも高くなると思うので、まあ、プリンス型はぜひねやってみてください。まあ、タルはタルでね、高回転の良さもあるのでね、はい、ぜひそちらも試してください。というわけでいきましょう。さあ、よろしく。で、まあ、コツはですね、メガナイトを出さないっていう立ち回りを一つ覚えるのが大事になってくるかな。まあ、対戦相手によってはメガナイトを出した方がいい場面だとか、まあ、出さなきゃ勝てないとか、まあ、あると思うんですけど、このメガナイト出さずに、できるだけ2、3コストで回すっていうのも結構大事なんだよっていうのを、まあ、知っておくと、知っておけ、うん、知っておくだけでね、はい、勝率上がるんじゃないかなと思います。他、U のコウモリ、タルザップ、ディガー、あたりで一生カード回せますんで、で、今回に関してはもしかしたらゴレかもしれないので、もうここはなんか透け気になくて、メガナイト出し得じゃない？これ。今回に限ってはさすがに出し得じゃない？で、エレキ。あれ、エレキはさすがに潰して良さそうだね。で、コウモリ追加の、U の追加まで行きたいね、これ。なんなら、攻めザップまで。うん、攻めザップのコストはないが、いや、でも、なんか、いけそうじゃない？行ったっすよね。さあ、来た。おい。あ、これザップ強かった。あ、でも、このウォールブレーカーもいい感じに、刺さって、刺さって2発。いや、なんなら、ザップっては、打たなくてもいいか。さあ、今回の相手は、なんだ、まあ、スケラか、スケラか、まあ、ワンチャンのエレジー君もあるけど、まあ、さすがにスケラっぽいっすよね。ボーラー、アイスイズ、エレキ。で、ボス的が入ってるのはちょっとレアなんですけども。さあ、というわけで、この辺からは、まあ、できるだけね、2、3コスのちょっかい出していきたい。さあ、で、スケラワンチャン打ってくる？さあ、打ってくる。で、まあ、ここな、ザップ使いたくないっすね。防衛で。よし。さあ、このコウモリにディカ組み合わせてあげて、さあ、このね、ミリコウモリも嫌でしょ、あなた。いや、本当は逆サイからウォールブレイカー生き得なんですけど、いや、一旦のね、我慢。いや、飛べ。いや、飛ばないか。いや、これワンチャンさ、マスケなら勝てない？いや、勝ってほしかったな。さあ、というわけで、まあ、とりあえず高回転で、本当高回転マスケ、高回転コウモリっていう意識を持ってもらえると、すごいわかりやすいかな。よいしょ。で、430はさすがに折れると思うんですよ。どうだろう？折れないのかな？で、これ多分、墓石壊れるので、まあ、それに合わせてね、ウォールブレーカーも。さあ、マスケ、マジ、高回転ですね。ゴリゴリ高回転で回してあげて、逆サイなんか来たら端前止めるのがいいかな。あー、止めたかったですね。まあ、これはメガナイトで踏んで、タルの、しっかりね、なんとか気合の耐えで、さあ、タルザップで、気合の耐えを見せていく。で、気づけば右も折れて、さあ、あとはもうゴリゴリ追加系かな。さあ、そんなわけで、なんかメガネとは、まあ、相手が最後ね、こう攻めてきた時の、まあ、端前止めだったり、めちゃくちゃユニット量いたらね、まあ、メガネと出せばいいんですけど、それ以外は、結構両サイド攻めで、マジで、U のコウモリ、ディガー、タルザップ、で、マスケもまあ、含めたら6枚か。ん？ 6 枚？ 7 枚？メガナイト以外でまあとりあえず回しとけば結構高回転デッキになれるので、まあほんとメガナイト出さず高回転で回すと結構ね、ええ感じになるんで、ちょっと騙されたと思ってね、メガナイト出さずにぜひやってください。さあ、よろしく。まあマジでオールブレイカーセパして、なんか対応してきたのを、まあユーノとかコウモリとかで対応して、美味しくね、またディガーでカウンターだったり、もう一回2周目のウォールブレイカーだったりみたいな。で、基本的になんかメガナイト出さなくていいですね。まあ今はこれちょっと出したくなっちゃうんですけど、さあ、ウォールブレイカーぐらい飛ばしてね。さあ、これはタルで両方いけると、いや、美味しいですね。で、今はバレル飛ばされると、まあこれに関してはもう苦しいので、ちょっとメガナイトで踏んじゃったっすね。まあなんかコウモリぐらいがちょうどあればよかったんですけど、もうちょうど咲いてたんで。さあ、で、今回の相手はコカッちゃんなんだけど、一体どんなコカッなんだろうか。アウトロー以外だったらユニット足ししたいですが、アウトローには勝てません。はい。後ろから行きまーす。で、コカッは、まあ言うてタルザップなので、おぉ、メガネドマイ、ドヤン。
そう言うてタルズアップなので、まあなんとかなるっすね。よいしょ。さあ一旦捨て、これ入るっすね一発。うん、さあで足るな。俺すぐ使っちゃうんすよね、マジで。なんかあえて枯渇だっつってんのに、あー枯渇っしょみたいな。コウモリあれば守れるっしょ感覚ですぐちょっとタルズアップね攻める使っちゃうんで、そこだけちょっと気をつけながら。だからここもうメガネだと出してもね、相手の低めアウトローとかダックプリとかで受けられるだけなんで。あ、これやばい、言うのか。あ、待ってやばい。お、目が悪い。ガチで目が悪い。さあ、で、ここに関しては、相手が攻めてきた。やばい、これババの、まあまあ、結局。言うのが入る。さあ、相手がね、やっぱ回転そんな早いわけじゃないので、もう僕についてくるのがしんどそうですね。で、こういうのもね、さあ、ディガーとか組み合わせてあげながらの、なんなら右サイドにね、ユーノとか追加してあげたい。あれ、神ザップかましたら天才でしたね。なんならザップで飛ぶんじゃね？飛ばねえのかな？よいしょ。飛びそうだ。よいしょ。さあ、で、オールブレイカーは、これ、内側かな？飛ばしたいですね。まあ、固めてもセパしても結局吹き矢かなんかで行かれるし、吹き矢じゃない。全然わかんない。ああ、一発入ってほしかったな。さあ、あれに関してはちょっと踏んでもいいかもね。なんか、メガナイトマスケとか、形組めそうならワンチャンスけど、まあ、踏まなくてもいいなら踏まなくてもいい。おいしい。さあ、この後ろのウォールブレイカーはうざいんじゃないのか？いや、でもいい受けだ。これ、U のバグでさ、すごいことになりそう。やだやだやだ。やだやだ。さあ、これ、ウォールブレイカー追加までいきます。これだんだん左のユーノの方が入るみたいな。さあ、どうすこい、どうすこい、どうすこい。どうすこい。内側ですね、これ。で、これ、ウォールブレイカー、このババアの後ろにいるの、ちょっとうざいんちゃう？言うて。さあ、右側が入る。さあ、ムート壊れる。もうメガナイトはね、なんか相手がほんとアウトローダックピーとか、アウトロームートとか、組んできたときに出すぐらいが多分ちょうどいいですね。まあなんかメガナイトコウモリとかの形組めば強いんですけど、まあ組まなくてもいいみたいな。さあこれは定位置。毎回でも位置をね、ちょっと変えてる。いやーこれ延命されなかったのでかいな。さあちょっと一旦落ち着きの俺。いや、踏みたくなるな。いや、これ踏めばよかったな、マジで。なんか踏めばいいんですよ、多分。たまにぐらい。これザップ打って、ムート壊して。そう、踏まなさすぎて、逆にしんどくなってきたかもしれない。そう、ザップ使って、止めながら。いや、もうなんかね、高回転デッキになっちゃうんですよね。よいしょ。さあ、そろそろね、タイブレイクのお時間です。皆さん、これは踏みたいね。よいしょん。さあこっからです、私のターンは。いやー、うまいな、アイテムでも。いやー耐えてる。いや、なんなら勝った、勝った説ない、これ。危ない、危ない、ガチで危ない。いや、なんか多分上手いんですよこれ相手が。うん、なんかまあ普通のテスラコカツとかだったら多分ね、もっと楽に勝てるんだから。まあ U のムーとアウトローとか、まあ意外とメガナイトに対してちょっと強いカードが多かったんでね、なんかちょっとパッとしないね感じの試合になっちゃったんですけど、まあまあまあ勝ったんで許してくれい。まあなんかほんと今みたいなね、メガナイト出せるんだけど、出しても結局アウトローとかダックプリとか陸系豊富な相手に出したとて意味がないんですよ。言ったらペッカとかですね。そう、メガナイト出してもペッカで受けられるじゃんっていう、損するだけなので、まあ、相手によってほんと出さないを選ぶのが、そう、まあ、状況次第ですけどね。基本的に出さずに回るので、出さずに回るなら出さないが正解な気はする。さあ、で、これはもう、行って、ウォールブレイカーまで行っちゃいます。で、ザップ構えます。
いやー、いいなー、いい雪やん。いやー、いい雪やん、マジで。さ、暇座。で、今回は、なんか同じような、ダクブリギャング、バレる、言うの。え？マジで同じやんって話なんですけど、これちょっとエリア取ってんな。アウトローいたらな、マジでこの、なんか話が変わるんですよね。メガナイトにだけ強い、あいつ。俺に言うのが勝つやつだ。いや、でかいこれ。さあ、で、あのプリンは、マスケで美味しくいただこうか。いや、マスケマジでな。圧着いるから目立ってないけど、本当に壊れですからね、こいつ。多分そのうち、あれ？なんか、マスケ多くねみたいな。なりますからね。あー、これ美味しいな。これ、メガナイトで踏んでいいんですよ、こういうのは。そしたら、これでだって後ろになんかさ、真ん中ギャングとかしよう、どうせ。コウモリとかさ、これだけでこれきついと思うんですよ、相手。終わったんじゃね？だんだん2コスオールブレーカーぐらい。してもしなくても良さそうですね。さあ、オーケー。もう見たね感じで、相手が攻めてきたら、メガネ出せば、よいしょん。勝手にカウンターで、終了のお知らせかな。これなんならもうキングまで全部、いっといて。さあ、ナイス。ナイスなぁ。OK。まあ、タルババだとね、まあ、ほんとコカツとかクロスとかに全体的に戦いやすくなるかな。なんか柳雨の方とかもあるんですけど、まあ、最近ちょっとタルザップかな。まあ、好み次第。よろしく。まあ、とりあえず、端前プレッシャーはウォールブレーカーと、あとはまあ、ディガーコウモリユーノとかかな。なんか意外と攻めカードあるので、ほんと端前から一生ちょっかいかけまくるみたいな感じですね。さあ、ユーノ、タルババ、ペッカラム、メガラム、ジンギ、まあ、リークデッキですね。さあ、なんか、変な位置の工場が来ましたね。で、意外とザップ打つとこがないので、こういう工場の止め合いとか、なんかね、意外と暇な時にザップ打った方がいいですね。意外とその暇ザップがね、いい感じになったりします。まあ、あとユニットがぶつかり合う時、とかかな。さあ、これまあ一旦真ん中寄せて、キング軌道ワンチャン狙えるならしたいけど。いやー、D が強えな。これなんか、ウォールブレーカーが残るキング軌道の仕方もあった気がするんですけど、まあ僕には無理でしたね。さあ、圧着いい。圧着に対してユニットはしても溶かされるので、逆サイドに流します。まあ、あれメガナイトとかで受けてもいいけどね。まあ、どっちでもいいか。コウモリでも良さそう。こういうもん、暇ザップでね、回していきます。いや、待って、やばい。そういうの入るんかい。いいだ、次。さあ、メガラム、じゃないんですよね。工場です。はい。あ、人技か？あ、これ。わかった。ただのジンギス。これ、エリババ来るっすね。で、ヒースピもいるんで、これ、コウモリ行ってもエリババ、ヒースピ。メガネでいたわ。お、マジで最近記憶がさ、ガチでやばい。本気のジジイなんだよね。やばくない？やばいよね。俺も今何言ってんのって自分でびっくりしてるもん。さあ。残る、いいね。まあ、これはもう、痛い。痛い。もうメガナイト工場、工場。まあ、ちょっとレアなデッキですね。これ逆サイ工場とか来るとちょっと嫌ですよね。さあメガナイトでドッシン。さあ消える。まあ、ですが意外と両サイ攻めすると相手はきつそうな気もするが、いやーいい受けだな。もうこういうところにね。さあ、ディガーとかザップとか使ってね。ディガーは使ってないけどね、まだ。いや、なんなら余裕でダメージリード、ボコボコされてる。いやー、なんか、ザップが痛えんだなー。さあ、まあこれは、ちょっとワンチャンの大ダメージ狙えそうな。事故るぞ、相手。
いや、強っ。なんかさ、同系統すぎてさ、もうズルなんだよね。いやだ、ズルとか言ってごめん。ズルとか言ってごめん。だからやめて。ああ、危ねえ。さあでも、ディガーだかんな、俺。ディガーと工場でどっちが有利なんていう。あえてマジ陸しかねえな。陸お化けデッキなんだよな。いや、タルザップだけっしょ。いや、強い、それ。ザップ熱い。いやー、許容。あいつやって。で、勝った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 、マジで勝った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 勝てよ。マスキが、勝ったよね俺。ズルとか言ってごめんなさい。なんかきつかったんだもん。だってダクベリもユードもいてさ、俺の攻撃絶対入らんやん。もうだろ、もう勝ったわ。なんか知らんけど、ありがとう。さっきの相手、ガチで、同じようなデッキでしたね。だからタルザップとかが、タルザップだったもん。タルザップファイボ。コウモリに毎回ザップ回られるとちょっと嫌ですけど、まあ一応僕ちょっと回転早いので、相手がザップ持ってたとしても、まあ一周目はザップとやっても二周目少しだけね、活躍してもらうみたいな、ちょっとその辺は狙いながらね。お、トーレブ13だ。すげえ。頑張ってる。さあ、ダーレブ13。で、何も出てこない。因縁無理タイム？お休みモードか？おーい、ダーレブ13。13？ どうやって上がったんだよ、これで。何も出てこんやないかーい。なんか出てこいや。じゃ、みんなでこいつのデッキ当てゲームしますか。エレジャイです。はい。正解は？ドルル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 ン、キャスケスパーキー。はい、というわけで今日はメガネ登録やったんですけど、まあ、僕はね大好きなデッキなので、ちょっと皆さんもぜひやってみてください。チャンネル高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。